ファンディワン、ファンディワンの位置ファンディワンは北アメリカの大西洋湾にある湾。メイン湾ンの北東端、カナダのニューブランズウィック州とノバスコシア州の間に位置し、ごく一部はアメリカ合衆国のメイン州にも面している。ファンディワンは、潮の乾満が激しいことで知られ、乾満さ世界一の座を、ケベック州のアンガバ湾やイギリスのセバーン川川口と競っている。ファンディという名称は、 16世紀にポルトガル人たちがこの湾をリオフウンドと呼んだことに由来すると考えられている。この湾はまた探検家サミュエル・ド・シャンプランが1604年に訪れた際にフランス湾と名付けられていた。先住民ミクマク族の民間伝承ではファンディ湾の潮の看板は水の中で跳ね回る巨大なクジラによって起こされていると語られている。海洋学者たちは 干満の原因を潮の共鳴によるものとしている。これは、時間的不合大きな波が、湾の入り口から、橋まで移動して、また戻る時間と、潮の干満の時間が同じであるということマイナスから、結論付けられている。12.4時間の間に、1150億トンもの水が湾を出入りし、干満差は15メートルにも及ぶ。干満差世界一の追求はまた、 ファンディワンオーブのマイナスワンとアンガバワンオーブのリーフワンの競争を引き起こした。どちらの水量が塩の緩慢さ世界一になるかをめぐってそれぞれの土地の支援者が記録を主張し合っている。ここ数十年間ファンディワンに張力発電の設備を建設しようという提案がなされてきている。これらの提案の主な内容は湾内の小さな入り江を席で仕切りそこを通る 水の力を発電に利用しようというものである。こうした設備のうちの一つであるアナポリスロイヤル発電所がノバスコシア州アナポリスロイヤルを流れるアナポリス側に赤と18メガワットの発電所を有しているが、これ以上の規模の計画は様々な要因により控えられている。ファンディワンは約1億9000万年前に超大陸パンゲアが 分裂し始めた頃に形成された地坑である。断層が北アメリカ大陸から分かれ始めるにつれて火山活動が起こり火山や洪水原部岩を形成した。この洪水原部岩はノバスコシア州南部の大部分において至るところに露出している。洪水原部岩の一部は侵食によって失われたが現在もノースマウンテンという玄武岩室の山脈を形成している。 結果として、湾の底部の大部分は、褐色の色を示すそれアいと出現部岩で構成されている。地溝は、大西洋中央海嶺が、北アメリカヨーロッパアフリカを分裂させてゆくにつれて、最終的には失われた。ファンディワン周辺の地理のバスコシア半島から眺めた、ファンディワン5月初頭のファンディワン、ファンディワンの奥部は二股に分かれており、北東側が、シグネクト湾、東側が、 マイナスワンとなっている。シグネクトワンはさらにカンバーランドワンとシェポディワンに分かれ、マイナスワンの最東部はコップクイットベイと呼ばれる。これら最東部では赤いワンドロがむき出しになっていることがある。このワンドロの外見や生物学的生産性の面も注目されている。シグネクト岬がシグネクトワンをスプリット岬がマイナスワンの入り口となる。 マイナス海峡を区切っている。ファンディ湾の湾口部にも4つの主要な主湾が存在する。ニューブランズウィック州の沿岸にパサマクーディ湾とバック湾、メイン州沿岸にコブスクック湾、そしてノバスコシア州沿岸にアナポリス湾がある。湾内にはいくつかの島が存在する。最も大きなものはメイン湾との境界に位置するグランドマナン島である。他に主要な島としては、 パサマクルディ湾内に、カンポベロ島、ムース島、ディア島がある。湾の南部には、ブライヤー島やロング島があり、他方でシグネクト岬の奥には、オート島がある。さらに小さな小島は、パサマクルディ湾やバック湾、アナポリス湾などに存在する。マイナス湾内のファイブアイランズは特に継承地として知られる。ファンディ湾にはいくつかの河川が流入している。主なものとしては、 以下のものがある、海昌湾の極端に大きな潮の看満差は、そこへ流れ込む多くの河川に、いくつかの興味深い現象を引き起こしている。セントジョン川では、満潮時に逆流が見られ、セントジョン市の中ほどで川が、湾に流れ込む場所に存在する有名なリバーシング、フォールズで急流を起こしている。ファンリワ湾をに位置する河川は、セントジョン川よりも流れの規模が小さく、 傾斜も浅くなっている。その結果、河川内の潮の届く範囲に広大な泥干潟が形成されている。これらワンオーブの河川で起こるもう一つの現象が海消で、これは揚げ潮によって川の流れが完全に逆流する現象である。海消の顕著な例の一つは、トゥルーロの町とメートランドの村の近くを流れる渋中ディー川で見られ、ここでは、 地元のエコツーリズムの企画者たちが逆流する波の上でのラフティングを経験する機会を提供している。もう一箇所解消がよく見られる可能性があるのがトゥルーロの街中を流れるサーボン川である。かつては有名であったペティコーディアック川とエイボン川の津波は1960年代から1970年代にかけて土手道の建設が原因で沈泥が過度の堆積を起こし、 極めて小規模なものとなってしまっている。ファンディワン周辺で最大の都市はニューブランズウィック州セントジョンである。また、ペティコーディアック川上流にあるモンクトンもファンディワンとしばしば関わりを持っている。その他、ニューブランズウィック州セントアンドルーズ、ノバスコシア州トゥルーロ、ウィンザー、アナポリスロイヤルなどの町もファンディワンに面している。セントジョンの港は、 製紙工場やアービング石油生成工場とつながりを持つ。英ボ本川沿いのハンツポートの町は、製紙工場の拠点であるほか、アメリカ合衆国へ輸出する石膏の船積み場でもある。ニューブランズウィック州、ベイサイドやメイン州、イーストポートも地元の重要な港である。船舶の交通量増加の結果として、船と大西洋セミクジラの衝突事故が増加する。 可能性が取り沙汰されている。2003年、カナダ沿岸警備隊が衝突の危険性を減少させるために、ファンディワン入り口にあるクジラの重要な祭事場所を横切る船舶航行用の通路を設けた。ワールズハイエストタイズ、タウンオブパースバー、ノーバスコシア。2007年9月10日閲覧ありがとうございます。